じゃあ今週の発売と見ていきたいと思います。今週はシュプリーム23年 FW シーズンのウィーク14ですね。11月25日発売のアイテムが決まりましたので、今日はアイテム一点一点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、ウィーク14の発売アイテム決まりました。今週はレギュラーアイテムのみの週となりそうですね。海外が11月23日木曜日発売なんですけど、いつもであれば、今週は祝日なので翌日の24日の金曜日発売予定となるということで、コラボはなしでレギュラーアイテムのみという形になりそうですね。ということで発売アイテム発表となりましたので、今日はアイテム見ていきたいと思います。ルックブックもこのように出ております。アイテムと見ながらルックブックもチェックしつつやっていきたいと思います。まずはフォーパーパーカー、これは価格事前に発表となっております。64,900円で、フェイクファーの毛皮のジャケット、このブラウンカラー。で、これテーピングでロゴバッグに入っていると、ぐるっと一周、裾の部分テーピングしてあるんですけども、ここに裾のところにシュプリームのロゴが入っていると。このブラウンカラー、それからブラックの2種類で発売予定。ブラックはここの、フード周りのところだけはブラウンになってるっていう、アクセントがついていると。いうことで、このように着眼も出ております。非常にあったかそうですね、これね。あったかそうだし、なんか豪華なイメージですね。高そうに見える。この定価よりもさらに十何万しそうな雰囲気に見えますね。というフォーファーパーカー、まず発売予定。これ、中に断熱材 3M の審査レートが入ってるってことで、まあ、さらに保温性を高めてると。中、ライナーはキルティングなんですけども、キルティングとこのファーの間に審査レートが入ってるよと。審査レートっていうのは、手袋の内側の素材とかでよく使われますね。その断熱効果がある審査レートが中に入ってるんで、さらにあったかくなってるんじゃないかなと思います。というフォーファーパーカー。それからゴアテックスの700フィルのダウンパーカー。これ定番のアイテムですけれども、毎シーズン700フィルのダウンパーカー出るんですけど、微妙に毎回デザインが違うと。で、近年のやつ、ちょっと先に見とくと、去年はこういうのが出ましたね。シルバーとか、バックにシュプリームのロゴが入っていたと。結構デザイン違いますね。このシルバーが発売になっていたと。それから他のカラーも出てましたけど、この時の価格 92,400円でした。そしてその前の年、2021年は、この年は、こういうデジカモとかが、で、バックにシュプリームのロゴ大きく、フューチャーフォントのロゴが入っているというデザインで出てましたね。で、この、フェイクファーの毛皮がフードの周りのところついてるっていうデザインでした。このデジカモとか、このシーズンはこのデジカモが結構対応されてましたね。いろんなアイテムで、ボックスロゴのフーディーとかも、このデジカモが出ておりました。この時価格79,200円という価格で出てましたけども、ボックスロゴのフーディー、この一緒の週に出てたんですね。これとかね、デジカモ、このデジカモは結構使われていたよ、ということで、近年の700フィルのダウンジャケットでしたけれども、今年は、リアルツリー柄が出るんですね。で、ここの、今回、ロゴはここのフードの首元のところに入ってると。で、口元まで覆えるようなフードですね。なので、ちょっとフェイスマスク的な、役割も果たせそうなフードになっていると。で、このリアルツリー柄。それから、ホワイト、ブラック。で、ホワイトが結構ロゴが、よく見えるっていう感じですね。ブラックはもう同系の黒で入ってるっていう。パターンですけれども、カモ柄も黒なので、少し目立ちにくいのかなという感じがします。着はこのような感じですね。まあ、襟がかなり高くなってると。もう口元っていう感じじゃないのか。首のところって感じか。首を、ネックウォーマー的な役割を果たすというようなイメージですかね。ここのロゴ入っておりますけど、あんまり目立たないね、このリアルツリーとかブラックは。そうし、700フィルのダウンパーカー。それから、フランネルシャツ。これはシンプルなデザインですけども、ポケットのところにワンポイントロゴが入っているだけのシンプルなフランネルシャツ。このカモ柄は先週出た、この
ポーラテックのアイテムとかでも使われてた、このちょっとレッドがかったカモ柄、こんなカラーも1色入ってると。それ以外はムージー単色で出てきます。そしてフーデッドプラッドニットシャツ、チェックパターンのフード付きのシャツですね。これも割とシンプルなデザインですけども、コットンニットということで、ニット素材になっていると。左胸のところにスクリプトロゴワンポイントで刺繍で入っていると。そしてブローセーター。これはブローというテキスト、風が吹くとかそういう意味ですけれども、その他にはスラングで最悪とかそういう意味もあるみたいですね。というブローという文字がポップな、ちょっと丸っこいフォントで、総柄で入っているアクリルセーター。レッド、ブラック、それからネイビー。これもショーン・パブロを着用でルックブック出ておりましたね。こんなような感じ。かわいいですね、これね。ブローセーター。それからフォーシェアリングジップアップフーデッドスウェットシャツ。これはシェアリングなんですけれども、フェイクですね。フェイクのシェアリングのパッチワークパターンで、仕上げたフーディーなんですけれども、シェアリングというと先週かな、こちらも先週シェアリングのボンバージャケット出ておりましたけれども、これまあリアルの、シェアリングでしたので、非常に高額でしたね。26万4000円。まあこれをフーディーでやるとまた大変なことになりますが、金額的にもそうですし、かなり重くもなると思うので、まあフェイクだと、結構軽く仕上げられるということで、まあカジュアルなイメージにも作れるというメリットがありますね。フェイクだから悪いっていう意味じゃなくて、まあこの方が気軽に使えるようなアイテムに仕上がるんじゃないかなというところで、フェイクのシェアリングのパッチワークフーディー。で、このホワイトのみがちょっとマルチカラー風になっていると。それ以外は単色でレッド、ブラック。それからクラウンフーデッドスウェットシャツ。これはバックに王冠とグラフィックが入っている、シュプリームのグラフィックプリントの T シャツ、T シャツはフーディーですね。カラーは結構定番カラーばっかりですね。オリーブとかレッドとかその辺以外はもう定番カラーになっていると。ヘビーウェイトコットン素材のフーディーと、ヘビーウェイトのフーディー。ヘビーウェイトのフーディー結構今シーズンそんなに多くないですね。ヘビーウェイトじゃない、SS とかでも出てくるような、フーディーが多いんですけど、素材のフーディーが多いんですけど、ヘビーウェイトコットンのフーディーですね、こちらは。それからロンティーレーシングインターシャ LS トップ。これインターシャ加工で、袖はニットのはめ込みになっていると、ロゴの部分。両袖にロゴ入ってますけれども、これアプリケとかそういうんじゃなくて、刺繍とかじゃなくて、ニットをはめ込んでる。という、両袖にシュプリーム1994というロゴがデザインされたロンティーですね。カラー4色、ブルーとかオレンジとかも入っていると。それからコットンツイルフライトパンツ。価格49,500円で、まあこれはフライトジャケットの名門アルファ社製のフライトパンツということで、今シーズンフライトジャケット何も出てなかったかなってさっきちょっと見てたんですけど、バウンティーハンターで出てましたね。いつもはレギュラーアイテムで何かしら MA1 があるんですけど、今シーズンはこのバウンティーハンターで MA1 が、数週間前に発売になりましたけれども、そのアルファ社製のフライトパンツということで、ここジップで開閉できると、前のところ。カラーは3色ですね。このカモ柄なんかも、デジカモ風のカモ柄なんかも入っていると。そしてミリタリーキャンプキャップ。これは定番のアイテムですね。まあ、毎シーズンのように出ると。まあ、微妙にデザイン、この辺のデザインが違うんですけど、サイドに入ってたりとか、そういうのがありますけれども、刺繍が。まあ、いつもの感じのミリタリー調のキャンプキャップ、このカモ柄が出ると。それからウォームアップ6パネル、これはまあエバーラストのロゴデザインを刺繍していると。それから各国の名前、ニューヨークとかロンドンとか東京、パリ、シカゴ、それからこれなんだ、ソウルか、それからベルリンとかって書いてありますね、という、ロゴを刺繍した6パネル。
そしてサームビニー、これニューエラー製のビニーなんですけれども、これまあテキストなんか書いてあると賛美歌みたいですね。賛美歌で、これどんなのかっていうと、賛美歌の一節を引用しているということは、これですね。148:12-13っていう、Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted and supreme. His glory and majesty are above earth and heaven とかって書いてあるんですけど、どういう意味かというと、彼らに主の名を称えさせなさい。なぜなら主の名は崇高で至高であるからですとかっていう意味になってる。かっこいいですね。シュプリームが崇高で至高であるというような意味合いとかけてる、テキストが入ってる。B にカラーは結構カラフルなカラー、パープルとか結構人気になりますね。ブルーとかロイヤルとか、あとイエローとかも入ってるよと。これ結構良さげですね。それから、AT ウィーラー、ホイーラービーニー。これはまあトラック、18輪のトラックというかトレーラーですね。トレーラーの荷台にこう、シュプリームのロゴというか電話番号がデザインされているという、そんな、イラストを編み込んでいるビーニー。ボンボン付きのビーニー。ボンボン付きのビーニーも今シーズンこれだけかな。他にも出るのかな。まあ、ほとんどかなり少ないと思います。これだけかもしれないね。シェアリングトゥルーパー。これは価格出ております。13,200円。まあ、これもフォーシェアリングですね。フォーシェアリングの、ボアっぽい感じのアーチロゴのトゥルーパー。ホワイトとかブルーとかブラックレッド。それからアクセサリー類最後。スポルディングのミニバスケットボールフープ。これまあ、バスケットボールのゴールとボールなんですけど、これはミニサイズみたいな、ミニチュアサイズで少し小さめになっているということで、スポルディングの公式サイトから引用したこの画像を見ると、結構ちっちゃいですね。こう、キッズがこう遊んでる、ような画像が使われてますけど、ゴールが 71×42、71×42、ボールが 12.7 っていうことで、結構まあソフトボールぐらいのイメージなのかなというボールのサイズね。で、スポルディングの公式ページちょっとチェックすると、これなんですけど、価格が 69.99 って出てますね。なので、まあ、結構今円安だから、あれですね。通常100円ぐらいで計算すると、かなり、いや、お安くすいんですけど、150円で計算すると1万以上しますんで、まあ2万弱ぐらいになってくるかなと、シュプリームとのコラボなので、になってくるかなという感じです。結構、なんか、本格的なバスケットボールじゃなくて、おもちゃみたいな感じのアイテムですね。という、まあ価格はいくら出てくるのか、楽しみですね。一応、スポルディングのインラインのモデルは 69.99 ドル。それからブランケットとスケートボードデッキ同じデザインでブラードロゴのデザインで発売になると。ブランケットはで結構大判サイズで、大きさ 180×ここは120ぐらいあるんで、シングルベッドぐらいのサイズありますねという大判のウールの、ブランケットが出てくるよと。メイドイン USA で、このロゴデザインが、今シーズンセーターで使われてましたね。これ結構人気になったように記憶してますけど、もう立ち上げで出たんで、もうどうだったかあんまり覚えてないんですけれども、結構人気になったような気がしますね。結構いい感じのアイテムですね。このロゴデザインを今回はブランケットと、あとスケートボードデッキ、に落とし込んでいると。まあこれ裏表ですね。裏表、こういうデザインになってるということで、各3色、ブルー、レッド、ブラックの3色で発売予定ということで、今週は全部で今のところ17アイテムがリストされております。まあ、注目はこの辺の、ブラードロゴのブランケットとか、ミニバスケットボールとか、この辺も注目なんですけど、ウェア類で言うと、やっぱこのファージャケとか、700フィルのダウンパーカーとか、
このレーシングインターシャ LS トップっていうのは、僕、これは個人的に結構好きですね。あと、サーム B に、これも結構かっこいいですね。シングルカフの方が良かったかなっていう感じもちょっとしますけど、折り返しのないシングルカフの方がなんかハードなイメージで良かったかなって気もしますけど、でも可愛いですね。という、あとブローセーターか。ブローセーターもちょっと注目アイテムになってくるかなということで、ウィーク14、発売アイテムチェックしてまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。